はい、宮崎大学の橋口です。宮古ぐさと大豆について、ご紹介させていただきます。それではですね、宮古ぐさ大豆の特徴としまして、その豆科植物でありますので、その豆科植物の特徴から説明いたします。豆科植物は植物種の中でですね、キク科、ラン科に次いで3番目に大きな科を形成しておりまして、こちら右の方の写真は、豆科の花を、表しているものですけども、上からジャケツイバラ赤、ネムノキ赤、それと豆赤の3種から構成されていて、このように花のですね、色とか形とか、実に多様な形態を持っております。豆科植物は食料ということでのイメージが高いと思うんですけども、食料以外の豆科植物として、こちらの観賞用のスイートピー、また、ヒタチノキとして有名なですね、このアメリカネムノキ、そして、最近のアニメで有名と思いますけども、鬼除けの花としてですね、有名と思います藤の花。こちらも豆科植物でありまして、このように豆科植物はですね、草本、観賞用、または熱帯の巨木まで、実に、多様性が高い植物であります。で、このような豆科植物なんですけども、その特徴としまして、2つ大きな点が挙げられます。1つは、この種子と貯蔵成分、またもう1つは共生窒素固定です。種子成分の方はですね、皆様大豆とか食べられているので分かると思うんですけども、タンパク質や脂質など、主要成分を多く含んでいる。その他にもですね、この、イソフラボンやサポニン等の機能性成分を多く含んでいるということが分かっております。また、共生窒素固定については、土壌細菌であります、根粒菌が、豆科植物の根に感染して、この根粒という組織を作り上げます。で、この根粒がですね、空中の窒素を、取り込んで固定し、この豆科植物に供給するというような機構を、持っております。共生関係にはですね、こちらのミヤコブサっていう植物が、広く使われておりまして、また、この種子成分については大豆が使われているという状況であります。本事業ではですね、この、主に、宮古草と大豆、の2つのリソースについて、それを整備して情報を提供するということを行っております。実施体制と整備状況について説明いたします。第4期からですね、分担期間を、一新しまして、代表機関は宮崎大学で、分担機関を東北大学として、そのスローガンとしまして、情報の再構築と拡充というところをメインに、実施しております。で、また、関係機関とですね、連携を取りながら、事業を進めている状況であります。で、こちら、宮古草と大豆のリソースのリストですけども、宮古草リソースについては、植物、DNA、根粒菌リソースの、総計38万、リソースと、大豆リソースについては同じく植物と、DNA と根粒菌リソースの、11万7000リソース、総計、約5万、50万、リソースを、保存しております。次に、宮古草リソースの例としまして、野生系統と、をはじめとして、組み換え樹種系統。こちらは、岐阜と宮古島の、実験系統を両親とする、組み換え均衡系。また、宮古島を、バックグラウンドする EMS 変異体。岐阜をバックグラウンドする、ローアンタブライン。こちらは、内生のトランスポーションを活性化させた変異体の集団でありまして、非常に使いやすい、集団となっております。また、宮古草の野生、禁煙種であります西洋宮古草由来の、培養根 さらに、宮古草由来の、ユビギチンプロモーターを導入したケース転換ベクターを揃えております。
次に大豆リソースの例ですけども、野生系とこちらツルマメとそれのリサーチセット、また、EMS M2 バルク種子と、ミス大豆と末食豆の、離食系統、また、塩類系統の、バックグラウンドとした、超根粒特性変異体、さらに、可食変異体等を、整備しております。これまでですね、リソースの整備状況と付加価値の向上ということで、事業を、推進してまいりましたが、最近では、ミヤコグサのゲノム情報の整備、またツルマメの遺伝情報の整備の収集、また、大豆の、種子成分の、情報収集ということを行ってきております。中でも、最近、2020年の4月にはですね、ミヤコグサ岐阜 B129 のゲノム情報整備プログラムの成果として、こちらのミヤコグサ岐阜 B129 ゲノムデータベースを公開しました。次にリソースを用いた発表論文についてご紹介いたします。これまで、昨年度、2019年度までに、発表された、提供したリソースを用いた論文というのは228章でありまして、その内訳としましては、やはり宮古島や岐阜といった、実験系統を用いた論文が、多くて、またその日本からの発表が半分以上を示しております。で、その内容というのはですね、やはり、この根粒菌や、根粒、窒素固定などというようなキーワードが多く見受けられております。成果論文の例としまして、今年の1月に分担機関の佐藤先生を中心とする研究チームによってですね、ミヤコグサ野生系統とゲノム情報を用いた成果がネイチャーコミュニケーションで発表されました。こちらはゲノム情報からミヤコグサの環境適応を解明したものでありまして、ミヤコグサは2万年前に大陸から九州に入って、その後日本各地へこう 分布していた、ということが分かりまして、それが、グループ1、グループ2、グループ3というふうに分かれているということが、分かりました。今後このようなゲノム情報を用いた生態学的な研究が加速することが期待されます。最後にですね、こちら NBRP 事業者向けの情報になりますけれども、バックアップの紹介です。現在宮崎大学ではですね、バックアップ分担機関としてメダカ、またバックアップ協力機関として症状バイオと菊のクローンを保存しております。保存施設はですね、こちらのように、モニタリングシステムと非常用電源を備えております。まだ保存スペースには余裕がありますので、バックアップが必要な、リソースがございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。こちらは、私たちのホームページでありますが、このホームページを通してですね、今後もミヤコグサリソースの整備を進めるとともに、その情報を発信していきたいと思っております。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。以上です。